ポインセチアっていうのは実際これは苞といいまして、お花ではなくここにあるのがお花で、最初緑だったものが単実種類することによってこの苞が色づいて、だんだんその後に花が咲いてくるっていう特徴があります。夏に単実種類をして2ヶ月後ぐらいには色がつくんですが、毎日4時から5時ぐらいにはもう真っ暗にしていただいて、で翌朝までを2ヶ月ほど繰り返していただくとこういう色がつきます。子孫を残そうと種をつけようと成長する段階がこの苞の色づきで、これから花がどんどん成長してきまして種子を持つっていう生殖成長になります。管理の方法は寒さに少し弱いところがありまして、最低5度以上は欲しいので、玄関先というよりは昼間は日差しに当てていただいて、夜はなるべく少し温度が取れるところに置いていただけると長持ちすると思います。基本的に夏の環境がベストだと思います。どうしても後になってくると皆さん肥料の管理が難しくなるんですが、肥料はある程度定期的に与えていただいて、水の暮れすぎに注意していただくと来年まできれいに楽しめて、来年の春には切り戻していただけるとまたきれいな花を咲かせることができます。基本的には土の表面が乾いたらがレギュラーなんですが、ご家庭だと3日か4日に一遍でも十分楽しめると思います。水をくれて下に溜まった水はすぐに捨てていただけると根腐れの原因になりますので、できればなるべくジメジメしないように。春先まではこのままの状態で葉っぱが落ちても維持していただいて、で春4月に入ったぐらいになるべく葉っぱの数を残していただいて、このくらいの高さで切っていただけるとまたこの辺から脇芽が吹いて茂りますので、一般のご家庭でやるので一番簡単なのは9月のお彼岸からクリスマスにかけて色をつけようとすれば楽なんですよ。早く色づけようとすると8月の暑い中に暗く段ボールをかけていただいたりして暗くしないといけない。2ヶ月毎日箱を夕方かけていただいて朝取る。やっぱり疲れた時とか癒しの効果がすごく大きいと思うので、花を一つ部屋に置くだけで心が豊かになると思います。赤、ピンク、黄色、白といろいろな色も取り揃えておりますし、秋から冬にかけて楽しめる花になっていますので、ぜひお手に取っていただけたらと思います。